ミロ・ジュカノビッチは、モンテネグロの政治家。現在、同国大統領を務める。大統領、首相などを歴任した。モンテネグロ社会主義者民主党党首。日本の外務省では、ミロ・ジュカノビッチと表記されている。2018年4月15日投開票の大統領選挙に立候補し、1回目の投票で、過半数の53.8%を獲得し、当選。 5月20日就任。2019年10月22日の即位冷静殿のギニスレ列シ、翌23日には、迎賓館赤坂離宮で、安倍晋三内閣総理大臣と会談を行った。アムネスティ・インターナショナルの報告書で、ミロ・ジュカノビチの指揮するグループが、アドリア海を通じて、タバコをイタリアへ密輸し、同国の国家予算に、 数十億ユーロの被害をもたらした疑惑が浮上した。イタリアの最高裁判所は、ジュカノビッチが、組織的なマフィアグループの指導者であるという疑いに、基づいて、2004年に、イタリアの検察が求めた同志の逮捕を承認した。しかしその後、モンテネグロの裁判所に移ったジュカノビッチに対する、訴訟は保留となった。これについて、 アムネスティ・インターナショナルは、モンテネグロの司法は麻痺していると批判している。ありがとうございます。